はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。ブラックバーンでの、1シーズン目を終えました。順位は8位。はい、前半戦はね、一時期まあ2位まで行ったりしてたんですけどね。はい、ここら辺で、ね、中盤、そうだね、前半戦終わったあたりから徐々に調子を落とし始めて、この8位ぐらいのプレーオフ圏内1個下の定位置に、ずっと居座る形になりました。で、優勝はリーズです。で、2位がレスター。はい、去年降格してきたチームがまた昇格するという形になりましたね。はい、で、下位はこんな感じです。思ったのがわかんない、最近ストークとかちょっと前プレミアだけど、まあ、強くないんかな。どうなんでしょう。ワトフォードとかもね、この彼がいるんですよ。この、あれ、いなくなっちゃった。左ウィングのね、この、これだ、このアスピリア、この人が強いんだけどね、もういなくなっちゃう。フラム行っちゃったんだね。1300万、正直欲しかったぐらいなんだけどね。はい、そんな感じで、あんまよくなかった。で、選手をね、レンタルで取った選手をもうレンタル返しました。もう使いたくないんで。はい、で今後ね、エバートンがライバルチームになる可能性もあるわけですからね。エバートンじゃねえわ。ブライトン。ブライトン誰だっけ、名前ちょっと忘れちゃったけど。でね、獲得した選手は2人います、冬。でもね、1人はちょっとミスったね。ちょっと、もうちょっとちゃんとね、選手見ればよかった。適当に取っちゃった。で、獲得した選手はどうやって見たっけ。クラブビジョン、パフォーマンス、移籍活動でいいか。この人ですね。この人、あんま良くなかったな。この、マルレキッキ、リガン、似たチーム、人なんですけど。本当は潜在能力がもっと高かったんだけど、なんかあんま高くなかったっていう。詐欺られたね。スカウトの数値があんま高くないかもしれない。いや、あともう一人はリバプールから。リバプールの若手、このクワッシュって言ってたけど、全然違う名前。ジャレル、クワンサー。読み方わかりません。この人、取ってきました。最近は使ってないけどね。でもセンターバック、うちのチームちょっと多すぎるんで、多すぎるんで、ちょっと来シーズンからもしかしたら3バックになるかもしれないですね。はい。で、一応最初の方は、今はこれはね、めちゃくちゃハイプレスのサッカーやってるんですけど、ちょっとあまりね、ハイプレスもやっぱディフェンスがね、ちょっと脆いんでね。で、途中から入ってきたこの、シグルーソン、デスカモスカが来たね。彼は意外とね、最初の辺は良くなかったんだけど、途中で今結果残してくれてって感じですね。で、シーズンで一番点取ったのは、まあ、ハリー・レオナルド。16ゴール。まあ、2試合に1点のペースで点取ってるんで、まあまあまあ、20歳で2試合で1点はもう素晴らしいですね。で、今後もね、やっぱ強くなってきてくれるはずです。でね、シーズン序盤の方は結構このサム・ギャラガーとかも結構見てくれてたんでね。結構使ったんですけど、まあ、彼と、アマギャラガーとハリー・レオナルド、来シーズンはちょっと2トップでいこうかなともちょっと考えてる。ウィングが今ちょっとあんまいないんだよね。シグルーソンも、ね、なんかこのトップ下みたいな感じでできるしね。ドランぐらいしかないんだよ。ドランもね、結構活躍してくれたんだよ。で、あとね、この、多分、ブラックバーの星、ブラックバーで一番強い選手や。アダム・ワートン、この選手が、に結構、ね、オファー来たんだよね。アーセナルとかトッテナム、ワートフォードとかなんかオファー来たんだけど、全部断りました。はい、でね、契約期間もね、2027年まであるということでね。あわよくば、あと2年ぐらいの俺で契約ね、しとかないとね、契約延長しようと思います。はい。ほんと、この選手を軸にちょっとチームを作っていい形になるかな。って思ったよりね、運動量があんま高くなかったんだよね、12って。だからちょっとハイプレス、ハイライン、サッカーしてみようかな。センターバックもね、そう、足の速い選手、ある程度速い選手ちょっと取ってきたんですけどね。まあちょっといろいろ戦術とかやっぱ考えないといけないな。ちょっと適当に、とりあえず脳死でハイライン、ハイプレスやりゃいいんじゃねみたいな思ってたんだけどね。そんな甘くなかったわ。
まあ、1年目正直ね、多分もっと、ちゃんとフットボールマネージャーをね、やり込んでる人なら多分昇格できるんだと思うんだけどね。これは無理だった。8位。まあ、負荷もなく。いや、良くはないな。いいのはまあ優勝。プレイオフまではちょっと行きたかったけど、ね、できなかったのにちょっと悔しいですね。はい。じゃあまあ、今回は、ここで終わりになります。まあちょっとまあ来シーズンに向けて、選手補強はもうほぼできないんで、予算見ると、来シーズンの予算が、68万ユーロ。70万ユーロ。デレアリとかが今ね、クソ安く売ってるんですよね。25万ユーロ。でも運動量がないから、なんかちょっとな、運動量とかあんま気にしなくていい？これね、めちゃくちゃ20万ユーロってこの選手。アンカー欲しかったんだよね、今。ちょうど。まあちょっと補強はまあちょっといろいろ考えておこうかな。アンカーでもポジショニング、タックルが高い選手欲しいんだよね。この2万からして、この、デイル・タラベス。この選手はちょっとね、ポジショニング12ってね、アンカーはやっぱポジショニング良くないとダメだと思うんだよ。ポジショニング20ぐらいあっていいと思うんだけどね。この選手どちらかと言ったらちょっと、こう中盤でもなんかボールをひたすら追い回すみたいなタイプだと思うから。まあでも、アンカーではないんだよな、少なくとも。アンカーじゃなくて、アンカーでもいいのか。ポジショニングやっぱいい人欲しいな、アンカーに。ちょっと補強ポイントは、とりあえずアンカー、まあ、センターバックはいらない。サイドバック、右サイドバックはちょっと少ないんだけど、このね、ラスキン・コスティージョ、カスティージョ、もうこのランキンだ。ランキン・コスティージョ。この選手がずっと怪我しててね、あんまサイドバックいなかったんで。まあ、サイドバックはまあ一回補強したいです。まあ、補強ポイントは、わからない。アンカー、いいアンカー、あと、まあ、ウィングは来シーズンちょっともうサイドバック、このウィングバックにやらせるから、サイドなしで、中盤もま、そこそこいるから、まあ、いいか、待ち。補強はま、このアンカーですね。このポジションを取りたいと。はい。まあ、ちょっといろいろ戦術も考えます。ご視聴ありがとうございました。